はい、純玉癒しカウンセリングの心理カウンセラー、純さんです。いつもこのチャンネルの動画を見ていただき、ありがとうございます。今回は優柔不断な人についてお話ししていきますね。あなたは自分に対してとか、周囲の人に対して優柔不断だなぁと感じたことはありますか？自分の意見で決めることができない時に感じるとか、選択肢が多い時に混乱している時にそのような優柔不断を感じているとか、もしこうなってしまったらとか、そういったリスクを考えてしまうと、やはりこう優柔不断になって迷ってしまうとか、そういったですね、選択すること自体がこう苦手であったりとか、人からあなたは優柔不断な人だよねとか、そのように言われて傷ついたことがあるという人も多いのかなと思うんですね。最近では HSP さんからもそのようなお悩みについて、こういった優柔不断で困っていると、そういったあの声をよく聞くこともあるんですね。決断が遅くて、そういった周囲をイライラさせてしまうんですとか、あとは、いつも周りに振り回されていますとか、あとはその自分の意見をうまくこう表現できないとか、そういったですね、ことがやはり多いかなと思うんですね。HSP さんは一度に多くの情報を、この脳の方で、頭の方でですね、キャッチしていて、情報処理の量が一度にこう多くなっているために、その混乱しやすい特徴というものもあったりするんですね。そのため、一緒にいる人によってはですね、あ、この人は神経質な人なのかなとか、そのように思われているということもあったりするんですね。または、この人は優柔不断な人なのかなとか、そういったですね、印象につながっていることもあったりするんですね。表現が苦手なだけなんですけども、自分のそういった意思とか、意見がないのかなとか、そのように捉えられてしまうということもあったりするんですね。実際に私自身もそのような経験をしてきています。優柔不断な人は、実はとてもよくこう状況を把握している人でもあったりするんですね。優柔不断ということは、真剣に物事をそのように考えているということでもありますよね。迷いながらも真剣に考えている姿勢というものは、誰でも評価できることなのではないかなと思うんですね。優柔不断という言葉には、こうネガティブイメージというものが強くありますので、ただ実は周りにこう合わせる配慮ができていたりとか、協調性がある人でもあると、私はそのように感じたりもするんですね。またすぐにこう決断できない言い訳ではなくて、何事にもこう冷静的に考えているといったような人でもあると思います。HSP さんや、そういった敏感気質の人は、あらゆるそういった事柄をですね、こう想定したりとか、比較したりしている、そのようにシミュレートしている結果ですね、判断が遅くなっているってこともあったりするんですね。今回はそういった優柔不断な人の特徴心理と、あとはそこからこう抜け出していく方法などについても詳しくお話ししていきたいと思いますので、ぜひ最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。で、そしてこの HSP さんについてはですね、過去の動画でですね、いくつか、お話ししている動画がありますので、気になった方はこちら見ていただけると嬉しいです。こちら説明欄の方に貼っておきますね。はい、まずはじめに優柔不断な人の特徴心理についてお話ししていきますね。まず一つ目が、情報の多さに混乱している人であったりするんですね。これは HSP さんのお悩みにもとても多いかなと思います。実際に私自身も、例えば新しい、そういった初めて行く、レストランとかに行った時に、こうメニューを見ながらですね、なかなかこう料理が決められないと、そういった時があったりするんですね。反対によく行くレストランであれば、そういったメニューを把握しているので、そういった時はですね、私はいつもこう決まったメニューを頼んだりするんですね。そのようにしているとですね、こう迷ったりするということがないので、自分に対してもそういった余計なストレスというものがかかっていかないんですよね。で、この一緒に行った人はすぐにこう決めていたりすると、やはりこう待たせていることに焦ってしまうということも、私自身もよくありました。またこう決められなくなるといったようなことを考えると、それがこう恐怖心をが出てきて、恐怖を感じるので、さらにこう決めることへ苦手意識が出てきていくと、それでこう悪循環になっていったりもするんですね。注文を決められないのは、その料理のそれぞれの魅力にこう注目できているっていうことでもあったりするんですよね。あれもいいけど、ここもいいなとか、これもいいなとか、そのようにこう思っている間に、やはり一つにこう決められなくなってしまうということがあるんですね。で、対策方法としては、その自分なりの決めやすいポイントを見つけておくといったことがいいと思います。例えば、そのカロリー表示が低いものにしようかなとか、そのように一つのポイントにちょっと絞って決めていくとかですね。あとはお魚料理にしようかなとか、お肉料理にしようかなとか、そういった素材とかで決めていくって感じですね。そういった自分の好みのもののそのベースをですね、ベースにしてですね、自分なりのその決めやすいポイントを見つけるようにするといいと思います。
はい、優柔不断な人の特徴心理2つ目としては、リスクを考えている人であったりするんですね。自分が決断したことで失敗するのではないかなとか、そういったリスクを考えてしまって、やはりこう不安になっているっていうことがあったりするんですね。 HSP さんはあらゆる未来予測をすることがやはりこう通常としている、まあ、そのようにしているっていうことが、普段まあそれがまあ当たり前となっているということもありますよね。まあ、そのためいつでもこうリスクがある可能性を考えているので、決断することがなかなか難しいといったことがあったりするんですね。ただこれはまあリスク回避能力が高いと考えることもできるので、まあ、そういった失敗とか、まあ、そういったトラブルをまあ未然に防ぐということもできてくるんですね。でポイントはですね、決断した後の結果ばかりにこう気を取られすぎていることにまず自分が気づいていくということもこうポイントになると思うんですね。でそうなるとですね、やはりこう悪い結果ばかりがこう気になってしまったりとか、まあ、そのように予測してしまったりして、まあ、それを恐れて決断できなくなっているってこともあるんですね。まあ、生活する中では常に何らかのやはりこう選択を繰り返していますよね。選択にはやはりこうそういったまあリターンというものもあれば、まあ、リスクもあるということが分かってきますよね。なのでこうリスクばかりを気にしていくんではなくて、やはりそこに対するですね、リターンがあるということにも目を向けていくといいと思います。まあ、両方こう 平等にですね、まあ、天秤にかけるというようなことをしていくと、あではこちらにしようかなとか、まあ、そのようにですね、決断しやすくなったりもするんですね。まあ、そのことから迷うことも少なくなっていくと思います。はい、優柔不断な人の特徴心理3つ目としては、決断することが苦手であったりとか怖いと感じる人であったりするんですね。決断することを避ける、まあ、責任感を持つことが怖いというのもやはり優柔不断の人の特徴かなと思うんですね。なるべく自分がこう決断するその場を避けていったりして、まあ、誰かの意見にやはり乗ってしまうということも多かったりするんですね。でそこにはこう決断して失敗した時の責任を自分でやはり取りたくないなといったような気持ちもあったりするんですね。ここでのポイントは、自分の決めたことには自分なりにやはりこう責任をしっかり引き受けていくといった気持ちも必要になってきたりするんですね。たとえうまくいかなかったとしても、まあ、自分の決断はそれは経験になるなとそのように考えていったりとか、まずは自分で決めたそういった自分を自分で褒めてあげようとか、まあ、そのようにですね見ていったりして、まあ、その選択した自分をまず褒めてみるということも大切になってくるんですね。まあ、自分を自分でこう認めていくということになるので、まあ、責任を持つことをこう恐れず選択できるようになってくるというところもあります。でこの決断力を高める方法については過去の動画で詳しくお話ししている動画がありますので、気になった方はこちら見ていただけると嬉しいです。こちらも説明欄の方に貼っておきますね。はい、次に優柔不断から抜け出す3つの方法についてお話ししていきますね。まず1つ目が、迷う状況、特徴を紙に書き出していくといったような方法です。まずはよく迷う状況であったりとか、まあ、自分がそういったどういった特徴を持っているのかなとか、まあ、そういったところをですね、紙に書き出して、まあ、視覚化していく、見える化していくといったような方法です。紙に書き出していくことで、その頭の中でですね、あれこれとまあ散らばった考えをやはりこう整理するということができてくるんですね。紙に書いてみると、何に自分が迷っていたのか、そして悩んでいることが自分の中ではあったのかというものを自分をこう客観的に見るということができていきます。まあ、小さいリスクを取れない自分がいたんだなとか、まあ、そのように気づいたりとか、人にノーと言えない、まあ、そういったちょっとこう八方美人的な自分がいたなとか、まあ、そのように気づいたりとか、まあ、何でもいいよが口癖になっている自分がいたなとかですね、まあ、そういったですね、自分のその悩みの特徴というものが分かってきたら、やはりこう紙に書き出した内容を参考にしながら、まあ、解決策をこう導いていくということができてくるんですね。まあ、これを繰り返していくことで、いつの間にかこう優柔不断が解消していくということもあるかもしれません。はい、優柔不断から抜け出す方法の2つ目としては、ゴールを決めて取り組んでみるといったような方法です。優柔不断な人は完璧主義の傾向もあったりするんですね。私自身も過去完璧主義となっていて、決断することに対してこう迷いを生じるということがあったなと考えることがあったんですね。そのため私の場合はですね、例えば仕事の資料作成を一つ、まあ、例にとったとしたら、こう長い時間をやはりこうそこに当てていくということが多くなっています
ていたんですね。まあ、今振り返るとそのように感じるんですね。で、完璧主義となっていくと、やはりこう全てにおいてこれをこう完璧でないと自分が気が済まないんだと、まあ、そのように思い込んでいたりするんですよね。まあ、そのため自分の決断がこう完璧と思えるまでやはりこう決断できずにいてしまうということがあったりするんですね。そうなるといつまで経ってもこう決断できなくなっているということがあったんですね。しかしよく考えていくとですね、こう世の中にその 100% を正しくできているものとか完璧にできているというものは存在しないなというふうにやはりこう見えてくるというところがあるんですよね。なのでまずはその完璧というものをですね、目指そうとするんではなくて、まあ、自分の中のゴール、まあ、ここまでやったらいいなといったところの終わりというところですよね。まあ、そこを決めていくのがポイントになるかなと思うんですね。ポイントはスモールステップを踏んでいくといったような方法です。こういきなり高いゴール設定をしてしまうと、やはりそこに行き着くまでこう、ね、とてもこう大変になってしまうので、挫折してしまいやすくなりますので、やはりこう小さい階段を登っていくような、スモールステップ、まあ、そういった小さい目標を立てながらですね、できるところから設定していくのが大切になってくると思います。そしてその一つが、まあ、達成できたら、まあ、次のステップをまた小さく踏んでいくというふうに設定していきます。まあ、例えばそういった、まあ、先ほどお話しした職場の資料を作成するときであれば、まあ、結論をやはりこう決めておくんですよね。まあ、ここまでできたらいいなというところを決めておいて、まあ、だらだら進めないようにしていくというのがポイントになってくると思います。はい、優柔不断から抜け出す方法の3つ目としては、心理の専門家とカウンセリングをしてみるといったような方法です。優柔不断な人はその過去の辛かったことであったりとか、まあ、そういった心の傷がトラウマとなっているものが原因であったりすることもあるんですね。あの時自分は本当はこうするべきだったんではないかなとか、ずっとそのように思っていたりとか、あの時の自分の決断は正しかったのかなとか、まあ、そういったですね、いつももしあの時こうだったらとか、そのようにですね、過去を振り返ってしまっていて、その記憶がこう邪魔をして目の前の決断がうまくできていないということがあったりするんですね。過去を振り返ることで悩みの原因と向き合うことになるので、その時間は大切なこともあったりするんですね。特にアダルトチルドレンの人であったりとか、HSP さんはですね、過去に何らかのそういったトラウマというものがあってですね、それをこう経験しているっていうことも多かったりするんですね。で、自分の今を知るには、その自分の過去を振り返るということでやはり解消できてくることもありますよね。まあ、ただ何かを決めるときに毎回こう過去を振り返っていってしまうと、やはりこの思い癖、まあ、そのような自分の思考の癖ができているということもあるんですね。この思考癖、思い癖があるとですね、いつも過去のそのマイナスな記憶にとらわれてしまったりとかして、まあ、必要以上にこう不安を抱えてしまうということもあったりするんですね。また一人で考え込んでしまうと、まあ、さらに自分を追い込んでいくということもあったりします。なのでまずはそういった心理の専門家、まあ、心理カウンセラーに相談していくということも大切になってくるんですね。2020年以降はですね、そういったオンラインの方がですね、だいぶ普及していて、そのカウンセリングも、まあ、オンラインカウンセリングがだいぶ普及して定着してきているんですね。で、今ではズームといったですね、無料のビデオ通話で、まあ、どこにいても安心してカウンセリングを受けることができます。なので一度オンラインカウンセリングを体験してみることもお勧めします。はい、最後に少しまとめをお話ししていきますね。今回は優柔不断な人についてお話しさせていただきました。まあ、何かを選ぶ場合はやはりそれぞれのそのメリットとかデメリットを比較して、まあ、どちらにこうメリットがあるかなといったところをこう決めながら、まあ、その選択していると思うんですね。で、選ぶのを迷うということは、まあ、どちらにも実はあまり差はないのかなとか、まあ、そのように感じていたりとか、まあ、どちらを選んでもまあ実際はいいんだなとか、まあ、そのようにですね、よく考えるとその迷うことが、まあ、そこまで必要のないこともあったりもするんですね。あまり深く考え込まずに選んでみていいんだなと、まあ、そのように認識していくということも、まあ、大切になってくるかなと思うんですね。で、最近ではその HSP、まあ、そういった人一倍敏感な人の概念というものがこう話題となっていって、まあ、繊細な人であったりとか敏感な人がこう注目されているというところもありますよね。で、HSP さんが優柔不断なことによってやはりこう熟考してしまう、まあ、よく考えていってしまうということ
ートが逆にそのメリットなんではないかと、まあ、そのように考えている声もだいぶ多くなってきたんではないかなと思うんですね。まあ、物事をしっかり考えている人なんだなとか、まあ、そのように捉える人が増えてきたりとか、あ、とても協調性がある人なんだなとか、まあ、そのように感じる人も増えてきているところもありますし、やはりこうあとは慎重で、まあ、より良い結論を考えている人なんだなとか、まあ、そういったですね、視点を変えていくとですね、優柔不断ということは、まあ、しっかりそれをこう吟味しているということをできている人でもあると、まあ、そのように考えることもできてくるんですね。またこう優柔不断な人はですね、新しいことに挑戦するときに、まあ、失敗するのではないかなと不安になっていて、なかなかこう行動に移せないということが多いんですよね。で、私もやはりその一人でもあるんですね。で、今でもその気質というものは、まあ、変化はないんですけども、一つ変わったことといえばですね、小さい一歩を踏み出すようにしたということは変わりました。自分のその成長につながりそうなものは大胆でなくてもいいので、小さい一歩を踏み出していくのがやはり大切だなと、まあ、そのように感じているんですね。まあ、小さくこう新しいことに挑戦することで、まあ、視野が広がったりとか、まあ、だんだんとその決断力というものも高まってきたりするんですね。まあ、自分は優柔不断だと自覚がある人でも悲観することはないと思うんですね。今からでも少しの心がけで、そのゆっくり優柔不断から抜け出していくというのは可能になっていきます。あなた自身が優柔不断になる原因をまずはしっかりとこう見極めていって、まあ、少しずつ対処する方法に取り組んでいってみてくださいね。ぜひ今回紹介した3つの抜け出す方法をまずは試してみてくださいね。はい、今回は優柔不断な人についてお話しさせていただきました。今回も何か一つでもあなたにとって参考になったなと感じていただけるところとか、あ、何か新しい気づきのきっかけになったなとか、まあ、そのように感じていただけるところが一つでもあったらとても嬉しいなと感じています。今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。